キエフにあるグアム事務局2006年5月22日から23日にキエフで開催されたグアム会議の記念ギッテグアムはジョージア、ウクライナ、アゼルバイジャン、モルドバの4カ国による国際機関である。加盟国は全て旧ソビエト連邦を構成国であり、反ロシア的な性格を持つ事務局をウクライナのキエフに置く。なお、1999年から2005年までは、 ウズベキスタンを加盟していたため、グアムという名称であった。気候名のグアムは、加盟国の頭文字から来ている。2006年以降は、民主主義と経済発展のための気候グアムを正式名称としている。なお、アメリカ領のグアムとは全く関係ない。ソビエト連邦の崩壊後、バルト3国を除く12カ国が、独立国家共同体を形成したが、 ロシア連邦が旧ソ連諸国への影響力を維持するための機構として残ったため、ロシアの影響権からの離脱を希望する上記4、各国が集まり、1997年10月10日に創設された。当初は連絡会議としての性格が強かったが、2002年6月に開催された首脳会議にて、グアム検証条約が調印された。その後、 2004年12月に脱露、ニューオーマイ路線を掲げるビクトル・ユシチェンコが、オレンジ革命により、ウクライナの大統領に選出されると、反ロシア連合を強化しようという動きが強まり、2006年5月22日から23日にかけて、キエフで開催された参加国首脳会談で、正式に国際機関へと発展させることを決め、名称もまたグアムから、 民主主義と経済発展のための気候グアムと変更、事務局のキエフへの設置が決定された。2001年のヤルタ検証及び2006年のキエフ検証にこの期間の主要目的が明記されている。キエフ検証によると、自由、民主主義、人権擁護、法の支配等の共通の価値を広げると書かれている。ただし、この期間の歴史を見て、それぞれの加盟国が、 必ずしもこの目的を全うするよう行動したとは言い難い。結成初期に見られた4カ国の共通点は比較的親欧米路線でロシアとは政治、領土、エネルギー問題で対立関係にあるというところであったが政治状況の変化からロシアとの対立関係及び欧米との協力関係もまた一様ではなかった。ウズベキスタンは2001年の対テロ戦争への 協力でも明らかなように、親欧米路線を取っていたが、2002年からは離脱を表明、グアムの会議にも出席していなかった。最終的に2005年に起きた国民の反政府運動が欧米勢力に先導されたものとして、深度へ転じて脱退した。なお、ウズベキスタンはグアム加盟の数年後、上海協力機構のメンバーにもなり、 その他四国と足踏みを揃えることは少なかった。2008年にジョージア国内で南オーセチア紛争が起こり、ロシアが南オーセチアを支援したことを直接の契機として、翌2009年にジョージアは独立国家共同体を脱退した。しかし、その後モルドバとアゼルバイジャンは全方位外交路線へと方針展開し、ウクライナでは ロシアとの関係改善を掲げるビクトル・ヤヌコービチが大統領に就任。ジョージアでも2012年の選挙でロシアとの関係改善を掲げたビジナイバニシビリが大統領に選出された。だが、2014年に2014年クリミア危機が発生し、ロシアがクリミア半島を占領、編入すると、ウクライナとロシアの関係は悪化し、ウクライナは 独立国家共同体の脱退を表明した。グアムの存続は何度となく、危ぶまれてきたが、その都度、反ロ、反テロ、経済発展、民主主義、輸送協力などのように、加盟国間の現状と目的をすり合わせることで、今日まで存在し続けている。グアムの加盟国の4カ国は、いずれも国内に事実上分離、独立した地域や、貴族未定地域を持ち、 いずれにもロシアが関係しており、このことが反路の理由の一つになっている。アブハジア共和国、ジョージア国内の自治共和国で、アブハジア紛争が起きている。ロシアは、アブハジア側を支援、支持しており、独立を承認している。南オセチア共和国、ジョージア国内にあり、南オセチア紛争が起きている。ロシアは、南オセチア側を支援、支持し、 独立を承認している。この出来事が、ジョージアの独立国家共同体脱退につながった。ソイドニエストル共和国、モルドバ内にあり、トランスニストリア戦争が起きている。ロシアは、ソイドニエストル側を支援し、現在もロシア軍が平和維持のために駐留している。だが、ロシアは、独立を承認していない。アルサフ共和国、アゼルバイジャン内にあり、 ナゴルノカラバフ戦争が起きている。ロシア連邦政府は戦争時アゼルバイジャンの警告を無視してナゴルノカラバフ側に支援を行った。しかしロシアは独立を承認していない。2020年ナゴルノカラバフ紛争の結果大幅な領土のアゼルバイジャンへの返還を義務付けられた。クリミア共和国、セバストポリ連邦市、ウクライナのクリミア自治共和国と セバストポーリ特別市2014年のクリミア危機により、ロシアに占領され、現在も事実上、ロシアが実効支配を行っている。ドネツク人民共和国、ウクライナ東部、ドネツク州の一部。ルガンスク人民共和国、ウクライナ東部、ルハンシク州の一部。グアム加盟国と日本との会合で、第2回グアムサミットの際初めて開催され、2015年に、 第6回会合が開かれた。この会合の目的は自由と繁栄の子の一つであり代替エネルギー技術を含むエネルギー分野及び対グアム観光振興、投資促進を中心とする経済関係の強化が話し合われている。ありがとうございます。